今日の担当は私、清姫よ。これを見て大阪弁の奥深さを学んでね。季語を入れて五七五で綴られる世界最短の定型詩俳句。この俳句を大阪弁で読むとどうなるのでしょう。題して大阪弁俳句講座。ルールは簡単。季語の代わりに大阪弁を使うだけ。さあ、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回俳句をこよなく愛するこちらの4人に協力してもらいました。こういう試みてもすごいいいんちゃうかなと。今俳句プレバレとかやってますけど、なんかまだカチッとした俳句になってるから。仕事でフリーアナウンサーをしておりまして、やっぱりお仕事先のことを読むことがありまして、パホパホと軍手の手締め初仕事っていうのがあります。イベントの時に終わりましたっていうので手締めをするんですが、この手締めの音を句で表現しました。結構賞を受賞されてる、はい、市民の俳句のキャンペーンでちょっと優勝させていただきました。その市民はどちらで、冬晴れのパリで。また自由な感じか。シミってマイナスなイメージ多いので、冬晴れのパリだったらおしゃれなシミに変わるなと思っていて、夏井先生にお褒めいただいて旅行券10万円もいただき、本当にありがとうございます。あんまり大した俳句を作ってないんですけど、最近のんで言うと牛乳のちょっと混じった雪女。どういう意味？こういう意味です。雪女はちょっと寂しい感じなんですけど、同じ白いので牛乳混ぜたらええかなという、そういう安直な俳句でございます。一行がやってきたのは大阪コテコテの街新世界。今回は名所などを歩きながら句を読む吟行というスタイルで行います。さっきポーってやったらさ、考えたら大阪弁入ってなかったから。今はこの街がどういう街かなっていうところでイメージを膨らませているところです。これ最高ですよね。これ どんなモーニングやねん。これ最高やな。ここで一句。モーニング言うたらビール新世界。なるほど。モーニング言うたらビール新世界と、そのイメージで看板覗き込んだら生ビールと、塩昆布とゆで卵のセットやったっていう。モーニング会みたいな。はいはい、できました。え、何個ぐらいできた？はい、2つはできました。関西弁入れますか？関西弁もちろん入れてます。入れておます。一体どんな大阪弁俳句が生まれたのか。どんつきをガッと曲がって右にタコ。どんつきをガッと曲がって右にタコ焼きがこんな大きいタコだった看板があったんで、どんつきをガッと曲がって右にタコって、もうそのまま道の説明みたいな俳句ができました。いかがでしょう？どんつきはいいんですけど、ガッと曲がって右は結構説明なんですよ。だからこの曲がって右なのは当たり前じゃないですか。だからガッと曲がって上にタコとか、右よりは上の方がなんか視野がちょっと変わるかもって思いました。はいはい、はい、そんな若手のホープが通天閣から見た大阪の景色で一句。人間がいっぱい見えんで通天閣。ものすごいわかりやすい。ものすごいわかりやすい。この景色読むのどうしようと思ったんですけど、大阪人だったらまず入ったら人間いっぱいやん、人間いっぱい見えてるわって言うかなと思って、ちょっとその光景を想像しました。ここで一句。ズボラ屋のフグ夏空に話したれ。ズボラ屋のフグ夏空に話したれ。
なんかあのズボラ屋の看板が大きすぎて撤去しなあかんのどうのって言ってニュースで聞いてたので、まあ、それやったらもういっそのこと夏ドラにポワッと話してあげたらいいやんっていう感じの気持ちを読みました。これはちょっとけなすとこはないからふもっと ええと思いますけどね。ビジョンには弱い。弱いね。続いて4人は天王寺動物園へ。ズボラなライオン、あんまかなんな。ズボラ一族。ズボラ一族。暑さでぐったりしているライオン。この光景からも大阪弁俳句が。サバンナは困難ちゃうで知らんけど。多分ライオン同士言ってるんだろうなと思って。知らんけど。自分らこっちで生まれたから知らんけど。そうそうそう。そこには授乳中のアシカの親子が。ここで一句。カチバリがのうて乳首を吸うアシカ。カチバリがのうて乳首を吸うアシカ。ほんまカチバリがいいんやけど、もうカチバリないよってお母さんが言われたらもう仕方なしに、ほな乳首で行こうかっていう、そういうアシカで。なんかものすごいインパクト。あるある。とここで。ついに俳句界の重鎮から一句。炎天のアシカの乳首吸うとるやん。まんま。まんま。あれ見てさ、いやーと思って。置いちゃいます。ちょっと。大ですよね。僕だから被ったからこんなん作りました。うん、やらしいこと考え、アシカ見る男。最悪。アシカはそっち、男しか作ってない。大阪弁を入れて読むとちょっとユニークな俳句になるかも。